石垣ラジオ。この番組は石垣島のパイン農家ラッキーこと荒木俊之と、毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀則が、石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組です。はい、石垣ラジオです。石ラジです。来ました、毎月恒例読書会。読書会ですね。はい、月に1回ということは、そうですね、読書会ゲストが来てます。ゲスト、はい、レギュラー、あ、読書会レギュラーようこそ、はい、ジン君。はい、こんばんは、お願いします。ジン君、お店はどんな感じですか？あ、早速ありがとうございます。はいはい、お店、はい、お店、前ちょっと話したよね。そうですね、雑談会ですかね。はい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 、はい。で、ちょっとだけお話をさせていただいていた、もともと竹富にあった T シャツ屋さんを石垣に移転してきますと、あと、まあ、その T シャツ屋さんに私立図書館、小さい図書館をつけます。あ、そうね、私立っていうのは私の立ね。そうです、私の立、うん、はい、勝手に作りましたの図書館ですね。はいはいはい、の準備を今進めていまして、この流れているのが10月1日なので、はいはいはい、今日からその店舗に入居してます。ちょうど配信日から店舗に入っているという。そうですね、はい、そうですね、はい、10月1日から、はい、なるほど、入居してます。いや、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。すごいな、今日契約たいね。今日、そうですね、契約、うん、あ、そうですね、うん、正式にはお金払ってきたのが今日なので、はい、もうやるしかないものだよ。そうですね、やるしかない状態に。やるしかない、はい、でも場所もね、めっちゃいいとこだよね。そうですね、うん、ちょっと歩いてたら、街歩きをしてるときに、うん、あの近くに一応3つぐらいこう他に見てるところがあったんですけど、へぇ、はい、はい、で、どこにしようかなって結構こう悩んでたんですけれど、うん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 、あのあたりフラフラしてたら急にちょっとピンときて、うんうん、あ、ここはいいかもってなって、その足で契約したいですって。ちなみにでもさ、今全然話してなかったけど、はい、T シャツ屋でいいのかな、そのあの分け方というか。あ、うん、なるほど。 お店のあ、こう立ち位置というか、お店はですね、うん、実は看板を2つ掲げることになります。なので T シャツ、もともとやっていた T シャツ屋のクイナスカンバスという名前と、道草文庫、はいはいはい、あの、うん、図書館の方と、はいはいはい、あの並列して、あのどっちも同じところに入居してるっていう変なスタイルなんですけど、はい、面白いね。そうですね、まあ、やってることは結構別々なんですけど、やってる僕が一緒なんで、まあ一緒のところでいいかと思って、うんうんうん、はい、ちょっとカオスな空間を。なるほどね、はい、楽しみですね。いや、なんかでも場所ね、本当あの辺だと、うんうん、普通に観光に来たら大体なんかこう石垣の街を飲む、うん、飲む前にちょっとぶらつくとか、はい、離島行く前時間あったらぶらつくとかね、うんうんうん、ああいう時に見て回るには結構いい場所だよね。そうですね、フラッと入ってきてもらえると、うん、はい、嬉しいですし、うん、島の人にもいっぱい来ていただきたいので。そうよね、はい、うん、いつぐらいからそのオープンっていうか。オープンは一応10月の10日を目指してます。何の根拠もなく、うん、なんとなく、ね、10日で準備、はい、10日で準備ですね。で、10日で、まあでも、うん、最低限のところだけ抑えて、はいはいはい、まあ、完成度 50% ぐらいまでいけばもうあのオープンでいいかな、はいはいはい、作りかけのところから見ていただければ、はいはいはい、ね、そうだね、いいかなと思います、うんうん。いやいや、どうなるかね、うんうん、なんかそういう、ね、友達のお店がこう石垣にできていくっていうのをこう見るのは案外初めてかなと思うんで。ああ、そうなんですね、うん、そっかそっかそっか、ちょっと見守ってやっていただければ。いや、本当ね、僕も実はね、はい、竹富のお店実は行ったことなくて。ああ、そうよね、そうですよね、うん、そうそう、だからなんだろうね、いろいろ話とか聞いてたりとか、うん、はい、どんなの売ってるとかっていうのは知ってるんだけど、うんうん、お店の雰囲気とかね。あれ、なんか一応インスタでなんかあるんだっけか、うん、あ、そうですね、インスタで作品集みたいな、うん、お店で売ってた T シャツを上げているのが、うん、クイナスカンバスっていうアカウントで、うん、あるはあるんですけど、うん、確かにでもやっぱり、友達って石垣の方が多いんで、はいはいはい、あのわざわざ竹富に来てっていうタイミングがなかなかないから、ね、実店舗で実際来てもらってっていう人の方が少ないかなって思って、まあ、それもまあ楽しみではありますね、はいはいはい、石垣にちょっと足を運んでもらえるようになるかも。なるほどね、はい、うんうん。え、石垣ラジオの T シャツは販売してもらいます、ね、いやいや、別にどっちでもいいんだけど。いやいや、あ、石ラジ T ですよね、はい、ありですね。あ、でも、はい、いや、だってうちらが売るより、はい、ジン君に置いてもらおうが結局ジン君のデザインだから。あ、あ、そうですよね、一番いいよね。確かに確かに、別にね、うん、うちらに何も入らなくていいし、はいはいはい、もちろんジン君が売りたければっていうぐらいな感じで。 ありがとうございます、うん、まあ来たいっていう人がいるかどうかは全然別の話ですけど、ね、一応でもさ、はいはい、あの
昨日、はい、あ一昨日か、あの2人配ってきましたけど、僕石ラジティ九州の方にね、九州の方まで行ってね、ありがとうございます、うん、ちょっと欲しいって言われたんで、おお、できましたよ。いや、写真ちょっとね、DM で送ってもらって、うん、みたいなんだけど、すごいいい笑顔してましたね。そうだよね、3人でね、うんうん、でほら、なんかもううちらで売ろうかとかいう話もしてたけど、うん、意外とこうサイズとかがまた、うん、なんかね、うん、そう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 、ね、まあ、うちらはね、うん、自分たちが着る分と、まあ、だ、うん、まあ欲しい人は出始めてから考えるか、はい、そうですね、はい、まだ時期尚早でしたね、はい、そんな話は、はい、まあでも、実際自分の作ってる T シャツだけではちょっといっぱいにならないぐらいちょっと広いので、はいはい、ああそっか、そうなんだ、そうなんですよ、実際にだから他の人た、特にこの、うん、こっちでこう趣味でイラスト描いてる人とか結構多いじゃないですか、はい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 、ああいいね、で、あの、うん、でもこれはもうただの趣味でそんななんかお金もらうほどのもんじゃないからみたいな、こうケンケンおっしゃる方も結構なんか、うん、あすごいなみたいな、綺麗だなみたいな絵を描く方とかも結構いらっしゃったりするので、はいはいはい、なんかそういう人たちがその自分のなんか、まあ、スキルっていうと堅いですけど、はいはいはい、なんか実際やっていることがこうちょっとでもこういろんな人の目に触れる場になるように、はいはい、なんか人のやつあの作って置いていくみたいな、ちょっと棚貸しみたいなイメージ、そうですね、ちょっとそんな感じで、うん、のスペースもちょっと作る前提でいるので、ありかもね、はい、逆にお互いに棚貸し合っても面白いね、あーそうですね、うん、そのね、いやこれここのね、この T シャツは実は石垣島でやってる人ので、はい、みたいな、うんうんうん、うちのも置いてもらってるんでとかさ、はいはいはい、離島の人なんか結構いいかもしれないね、あーそうですね、うん、本当にあそこに行ったらあるんだよっつってね、はいはいはい、うん、お願いできるかもしれないしね、うんうん、なんか膨らみますね、いろいろ、いいね、なんかこういいよね、こう相互に、ね、こうインタラクティブな感じがね、あとはやっぱりその T シャツって一番手軽に始めれるそのアート的活動だと思うんですよ、はいはいはい、表現活動だと思うので、そうだよね、まあ、なんかね、別に1ヶ月からとか、はいはいはい、なんかもう何千円とかから始めるんだったらやってみたいみたいな人が、ああなるほどね、うんうん、なんかあのそういう人のなんて言うんでしょう、情熱みたいなのに囲まれて生きていたいなと思うので、こうデザイナーをやっているみたいなところがある、なるほどなるほど、はい、うん、まあ、直接的にもっとね、なんか、うん、あのいろんな人のそのアートそのもの、表現そのものみたいなのは、はいはいはい、あの、誰かの目に触れさせてあげる場になれれば一番それありがたいことだな、いいなそれ、はい、めっちゃいいわ、そういうイメージで、うん、俺もなんか俺もジン君の T シャット欲しいもんね、まあ、ありがとうございます、まあ、普通に、うん、でもね、ずっとお店もやってなかったし、そうですね、うん、そうなんですね、店頭並んでるものをやっぱ、うん、こう見ながら選びたい、うんうんうん、ぜひありがとうございます、いや楽しみですね、楽しみですね、はい、はい、まあ文庫の方もいろいろ本当あるんだろうけど、はい、そうですね、ちょっとすごく長くなるので、うん、でも道草文庫は、うん、一応ポッドキャストチャンネルだけはありまして、あ、ま、一回も配信してない、配信してないんですけど、作るんだ、じゃあ、はい、道草文庫として道草文庫っていうチャンネルが一応あるんですよ、うん、存在はしてるんですけど、それはまだどんな風に活用しようっていうのはイメージあるの、うん、初めはちょっと実は、この前雑談会で語った、語った中でこうやりたいことってちょっとあると思うんですけど、はいはいはい、その、うん、その先の先ぐらいまでちょっとあるので、あ今ね、はい、まあ、ちょっとそういうのを、まあ、ちょっと下地さんに聞いてもらおうかなと思って、あなるほど、はい、あいいんじゃない、はい、いいんじゃない、あと本は蔵書は基本的に、寄贈してもらってというか、はいはいはい、お預かりさせてもらってという形にしたいので、うん、まあ、それをこう寄贈してくれた人と、うん、5分ぐらい、なんかこれどんな本なんですかとか、あめっちゃいいね、どういうところで読んだらいいですかねみたいなのを蔵書紹介として、うん、貯めていけるとそれはいい、面白い、はい、それはめっちゃいい、いや昨日、まあ、一昨日か、はい、俺いい金パレットに行って、うん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 、古典ラジオコミュニティの人と会ってたんだけど、はい、うんうん、その中のイベントの一つで、うん、本の交換会っていうので、あー、いいですね、みんなその本を一冊ずつ、うんうんうん、まあ、一冊じゃなくて二冊持ってきてる人だけど、うん、はい、それを持ってきて、うん、まあ、どういう本かとか、うん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 、そういうのを紹介し合った後にどれが欲しいみたいな話で、うん、こう被ったとかじゃんけんしてみたいな感じで、あめっちゃいいっすねそれ、俺はあの篠田真希子さんってあの、あ、うん、聞く力、うん、はい、聞く力のリス、うん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 、あれを、まあ、交換してきました、お結構分厚かった、で多分ジン君とかも興味ありそうだなと思ったから、うん、読み終わったら貸そう、 ありがとうございます、むしろあれを寄贈してもいいし、ね、あそうですね、うん、それ嬉しいですね、
なんかそんなのがいいよね、はい、こう、そんな循環、そんな本の循環もね、はい、道草文庫の方でやっていくということで、はいはい、まあ、今後が楽しみですな。そうですね、本当にね、はい、石垣にまた面白いですね、なんかね、うん、面白いですよね、読書会やってて、うん、本屋さんができちゃって、うん、それをね、その過程を見れるっていうのがね、そうだね、はい、うん、まあまあ、ぜひ、ね、はい、お店の方にも機会があったら、ね、そうですね、来てほしいなと思います、はい、なんか情報はあれに貼っときましょうね、あ、また概要欄で、概要欄に貼っとこうか、ありがとうございます、うん、はい、はい、ということで、はい、月に一度の読書会いきますか、いきましょう、ジン君、今回のテーマをお願いします、はい、今回は言葉でしたね、言葉広いよね、これね、はい、広すぎてさ、はいはい、選べなかった俺いやー、なんか言葉って聞いて最初ね、どうしようかっていうので、うん、本どうやって決めようかみたいな LINE で話したじゃないですか、はいはいはい、まあ、だからちょっとアンテナ立てておいて引っかかったので読もうかなみたいな話があって、僕も言葉って言っても全然本当に浮かんでこなくて、はいはいはい、で言葉とかで検索して、うん、Amazon 見たりとかしたんだけど、はい、やっぱないんですよね、うん、まあ、俺は最近ほら、うん、ゆる言語学ラジオとか聞いてて、うん、はい、あのちょっと言語学的な、うんうん、あのこととかも面白いなと思ったんだけど、はい、俺が話すにはちょっとあれだな、うん、なんだ、脳みそスペックが足らんなと思って理解深めるのは結構大変だと思ったから、はいはい、ソシュールとかね、なんかあったよね、はい、だから家にある本棚を見て、はいはい、なんかなかったっけっていう感じで見つけたのが、俺から言っちゃえば、あ、どうぞ、流れで、はい、言葉にできるは武器になるという、うん、電通のコピーライターさん、梅田聡さんかな、俺の名前、うんうん、が書かれた本で、うん、あ、それ家にあった本だったんですね、そうなんです、なんかのタイミングで、うん、あ、やっぱ本を読むようにしようみたいな風に思った時に、うんうんうん、はい、聞くとか、うん、あ、伝えるとか、 なんか多分そういうのを、うん、もう調べてる時に出てきた本かなと思うんだけど、うん、やっぱね、あの喋るのちょっと上手くなりたいみたいな思ってる時期があったんで、うん、それで、うん、中古本をなんかどさっと買った時の一冊だと、うん、へー、で、まあ、内容的にはですね、うん、まあ、主に前半は、うん、思考的なところというか、その、うん、言葉の使うにはこれが必要だみたいな話で、うん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 、で後半にその言葉を使うためのスキルをどうやってこう身につけていくかみたいな、うん、そのやり方みたいな、うん、身につけ方みたいな、このノウハウの話、うんうん、っていう形だったんだけども、うんうんうん、まあね、ちょっとノウハウのとこはね、うん、ぶっちゃけあんま興味ないというかなんだろうな、熱い気持ちで読めなかった。でこれ実際にそれのに困ってて、うん、こう仕事としてとか、うんうんうん、そんぐらいの人だったら多分こう、うん、本当に A4 の紙用意して、そのいろいろ書きながら、うん、はい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 、言ってる通りに何々ってやって、うんうん、上げられるんだろうけど、うんうんうん、なんとなくそこまでの情熱は持てなかったんで、主に前半の思考でもね、前半の思考のところはすごい大事だなと思ったんで、うん、まあ、ちょっとだけそこを話そうかなと思うんだけども、はいはい、ですね、うん、要するに、言葉を伝えるっていうのは、うん、意外と、なんだろう、言葉遣いとか、うんうんうん、語彙力とか、うんうん、なんかそういうスキル的な面をすごいフォーカスしているようなことが多いような気がするという、うん、この方おっしゃってて、うんうんうん、で、まあ、言葉っていうのは思考の上積みに過ぎない、うん、要するに考えてることの上側にあるもの、うん、はいはいはい、まあ、意見を伝えるための道具みたいな感じ、うんうんうん、で、だからそもそも意見が育ってないと、あの宝の持ち腐れというか、そもそも伝えたいことも浅くなっちゃうし、そもそも伝えたいことはあるのかみたいな、はいはいはい、自分の気持ちの部分というか、うんうんうん、だからまずはその思考、自分の考えていることを、まあ、広めたり、うんうん、まあ、深めたりすることが大事だということを、うんうん、まあ、言っていて、はい、で、まあ、要するにそのためのスキルなんでね、うんうんうん、後半に書いてあることは、うんうん、はい、で、まあ、いろいろメモったんだけど、まあ、思考をどうやって深めるかみたいな時に、うんうんうん、まあ、基本的にはもう自分との対話で深める、はい、自分との対話、うん、しかない、うん、だから
なんだろう、ね、例えばやりたいことがあったりしたら、はい、それをなんだろう、どうやって、深めるん、どう思ってるのかな、ちょっと待ってよ、はい、なんかね、T 字型思考みたいなのがあったりとか、それスキルのところにあったんだけど、うん、T 字型思考、うん、T 字型な人材みたいなの前ねあったけど、あ、 T 型人材、そうですね、 T 型か、うん、はい、なんかまあそういう思考のサイクルみたいなノウハウのとか書いてあって、うん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 、でそういうのを使ってどんどんこう言語化することによって、うんうんうん、なんだろう、その自分の思いとか、はい、それはどこから来るものなのかというのをこう、うんうんうん、ちゃんと言語化していくこと、はいはい、で、まあ、言葉として自分の思考に残るというか言語化ができるみたいな感じかな、うんうんうん、やっぱ言語化をできてないと、うん、伝わらない、うんうん、もやっとしてる、自分の中にもやっとしていることを、うん、伝えようと思っても、うん、おそらく伝えたい思い あの半分も伝わらないみたいな、うんうん、だからまずその自分の中にもやもやしているなんだろう、こう思いとかを言語化するのが大事だよということを、まあ、ひたすら言っている本かなというふうに捉えてます。まあ、ね、単純にほらポッドキャストとかやってると、はいはい、まあ、人の心にね、なんか響くような言葉をこう話せるようになりたいなっていうのがやっぱあるじゃんね、希望として、ね、希望としてできるかどうか置いといて、はいはいはい、うん、まあ、現状は本当、うん、いろいろ思いはあって意見はあるんだけど、うんうんうん、まあ、なんかそのやっぱ伝えるのはやっぱ苦手なんだよねっていうふうに考えたら、やっぱこれ一回やってみた方がいいのかもしれないなって話しながら思ってきたんだけど、うん、それが言語化じゃない、あ、そうだね、はい、ちょうど あの時はこう、うん、なんだろう、そんなに熱い思いにならなかったけど、はい、何年ぐらい前だったんですかこれ前、いや、もう最近だよ、あ、最近ですか、買ったのは、あ、そうなんですね、うん、最近ね、いろいろ自分変えたいと思って、うん、本を読むようになってるんで、そっか、そうやって言葉にすると、うん、はいはい、気持ちも変わってくるんだ ね, すごい発見、そうだね、うん、なんか、うん、あの言葉にすることによって、うん、こうふわふわしてるものを、うん、つなぎ止めとくことができる感じがあるんじゃないですか、その、うん、考えだけだとふわふわしてて、うんうん、ね、一瞬したら後にはもう、はい、どんな形やったっけって忘れてしまうけど、はいはいはい、一旦言葉っていう、はいはい、あの枠に入れておくことによって、はいはい、こうそれを見ることができるようになるし、はいはいはい、触れることができるようになる、うん、から、多分それがどんどんこうか、思考の足場になっていくというか、でそれをちゃんと、使いこなしてつなぎ止めておけるようになれば、うん、足場がどんどん広くなっていったりとか、はいはいはい、高くなっていったりとかするから、なるほどね、またこう考えることが、はいはいはい、視野が広くなってとか、うんうんうん、みたいなことがありそうです、ね、なんか ね、これで言っててちょっとスキルのところで言ってたのが、うん、型を覚えるっていうのもすごい大事、うん、型を覚える型、はいはい、その要するに日本語の表現の形式みたいな、はいはい、うん、それも大事だよみたいな話もあって、うん、それがあって、はいはい、そのそういう言葉がいっぱいこう、うん、言語化されている言葉がこう積み上がってたりつなぎ止めていたりできてたら、その型に言葉をはめていけばいい、その組み合わせで、うん、ね、はい、言葉をなんだろう、こう伝えたいことを生み出していくみたいな、うん、なんかこういいね、ジン君に話を聞くとまたイメージが、うん、深まってくるね、面白い、これが対話の面白いところやね、うん、そうですね、うん、なんかレシピみたいな感じですね、レシピ言葉が、よく言われるのはなんか What to say と How to say みたいな、うん、何を言いたいのかとどうやって伝えるのか、うん、それが両輪になってちゃんとこうコミュニケーションができるようになるみたいな、うん、で What to say って何を言うかっていうのが、うん、食材なんだと思うんですよ、食材ね、はい、食材、何を、食べてほしいのか、素材集めみたいな、ね、はい、食材集め、うん、で、言葉の使い方ってそのレシピのレパートリーみたいなもの、はいはい、その、型が多分それに当たるのかなと思うんですけど、いろんな調理法、じゃがいも食べさせたいにも、はいはいはい、カレーとか肉じゃがとか、うん、そのフライドポテトとか、はいはい、いろんなこうあのレシピが表現の 型があれば増えてれば、うん、多ければ、はい、いろんな出し方ができる、そうです、確かその場に合わせたとか、うん、その相手に合わせた、はいはいはい、あの出し方ができるようになる、伝え方ができるようになる
みたいなので後半部分が多分 それなんでしょうね、レシピなんだと思うんです、ね、よく言う統治法とかもそうだし、うんうんうん、体現止めとか、あ、そうですね、繰り返しの技法とかレトリックってやつですね、レトリック、あと比喩とかね、うん、はいはい、うん、だからそっかそっか、うん、だかそれが型なんだよね、そうですね、なんかなんか料理法みたいな、はい、うんうんうん、いいねいいね、面白いちょっと俺もなんかまた広がった認識が変わってきた。まあとりあえず俺はそんな感じかな。でじゃあ、はい、次ヒデ行こうか。僕も、はい、いいですか、うん、僕もね今回言葉って何にしようって、もう本選びが大変というか、はいはいはい、まあ、選べなくて、はいはいはい、どれにすればいいか、でまあ、生活の中で何か引っかかるのないかなと思って、はいはい、まあ、いろいろ普通に生活してたら、うん、ちょっとなんかこういう系の本読んでみようかなっていう、はいはいはい、セールスライティングハンドブックって言って、結構これ、うん、多分昔の本なのかな、結構ちょっと前に流行って、なんかインターネットの通販とかがすごく流行ってる時期にかなり重要視されたスキルとかですね。なんかそう、そうそう、ライティング文章をこう書いて物を買わせるみたいな、うん、マーケティングとかのやつで紹介されてた本で、うん、これだったら読めるかなと思ったんだけど、はいはい、ここまでしか読めなくて、結局そうなんだ、ここまで全然読めなくて5分の1ぐらい、5分の1ぐらいで、もうこれはもう読書会無理だと思って、結構分厚いこれに、はい、これで、うん、行くのはと思って、うん、もう一冊買ったんですよ、はいはい、神田正則さんの禁断のセールスコピーライティングって、はいはいはい、これもなんか結構すごく有名な、ね、コピーライティングの本みたいで、はいはい、読み始めたんだけど、うん、結構やっぱ昔の内容とかチラシをどういう風に作りましょうとか、なんかそういうノウハウ系だったんですよ、まさに、なるほど、ノウハウ系でこれな、はい、古典が残っているのは、うん、なんかそのね、真意を伝えてるからね、うん、時代を超えて残るみたいな話があるけど、うん、やっぱこういうノウハウ系はすぐ時代に淘汰されていく、そうそう、だからそうです、ね、結構ねご挨拶状とか、これでもなんか超昔のやつの、あ、本当だね、あのやつとかが例に載ってて、はいはいはい、ダメだこれでもね、まとめられないってなって、はいはいはい、で僕も部屋 の本棚、はいはい、覗いたんですよ、はいはいはい、したらね、うん、熱い言葉っていう真っ赤っかな薄っぺらい本なんですけど、はいはいはい、うん、これが出てきて、はいはい、で誰もう杉村太郎さんっていう方なんですけど、うん、もうこれだと思って、これ僕ね多分20年までいかないか、はいはい、2004年とかの本なので、うん、20代とかのに買って、はいはい、うん、読んでたんですけど、これもう本当に短い言葉、本当に熱い言葉が、うん、細かい言葉が載ってるだけなんですよ、なんか自己啓発書みたいな、だから、はいはい、例えば、人が滅多にしない経験をしろ、人が滅多にしてないようなレベルで、はいはいはい、みたいなのが右のページにドンって書いてあって、うん、でそこになんかこう説明書きがバーって書いてあるんですけど、ね、結構やっぱりビジネスマンというか会社員の時って奮い立たせないといかんじゃないですか、自分を、はいはい、もう無理やりやる、無理やり、そう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 モチベーション上げよう、なんかそういうので多分これ手に取って買ってて、まあでもすごい正直ね読ませてもらって、見てもらうと分かるんですけど、結構線とか線とかも超引いてるところがあって、これ昔引いたんでしょ、これ昔でも結構最近引いたのもあります、あ、そうなんだ、うん、で、うん、僕は石垣島に来るときに4箱か5箱ぐらい本いろいろ持ってきて、あ、言ってたね、そうそう、で一回断捨離で全部売ったんだけど、これだけは売れなかったんですよ、へえ、なんかあったんだ、じゃあまあなんかあったのか、まあいろいろ書いてるから値段がつかないんだろうっていう思いもあったし、もしかしたらこれどっかでまた開くかもしれないなと思って残してて、で今日ね開く今日っていうか今回そうそうまた開く時が来て、いや、 やっぱりなんか勇気づけられるなっていうか、はいはいはい、なんかそういえばなんか20代にこれ読んでて、うんうん、例えば感情を捨てよとか、感情を捨てよ、どういうこと、うん、これはその、うん、まあ、小さなことにあんまり揺さぶられずに、うん、一憂せずに、うん、もう本当に自分のやりたい、うん、本当にもう心からもう最高に感動するところまで取っとけみたいな、うんうん、なんかそういう内容だったり、簡単に喜ぶなみたいな、そう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 、なるほどなるほど、っていうのとか、うん、結構
こう精神的にというか、うん、こう気持ちがへこんでる時には、うん、開いたりするのも嫌になるぐらいな本なんですよ、うん、熱苦しいぐらいやけどするやつですね。だからね、その帯にもね、死ぬ気でやれよ、はいはい、死なないからって書いてあって、なるほどなるほど、もうこれとか超強烈じゃないですか。あ、でもこの方なんか若くして、病気になって、あ、そうなんだ、はい、亡くなられて、そう亡くなられて、で確かねその頃すごいなんかこの人一回会いに行きたいなぐらい思ってた人で、であの癌で亡くなってっていうので、うん、奥さんもねなんかそういうことをやってる、やって今この人が、作った会社を引き継いでるのかな、うん、でその時になんか奥さんが、この亡くなってしまった杉村さんのことを話してるなんか YouTube かなんかが昔上がってて、うんうんうん、でそれでなんかねすげえ感動したのを思い出して、めっちゃ探したんだけども、うん、残ってなくて、それその動画がないんだもん、ない、なかったですよっていう、まあ、本で、はいはいはい、本の中身の話はねもう、うん、熱い言葉が、まあ、あるだけなのでいいんじゃない、結構マーキングされてますね。そう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 、なんか1個ぐらいパラッと線引いてあるところの、どう、そうですよ ね、 そしたらね読むだけ読んでみたら、読みましょうか、うん、もう本当にかなり引いてあるよね、ジン君ね、なんか、うん、しかもいろんな色の、うん、これは確かに売れない売れない、そう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 、じゃあ、ね、でもあいいよ、で終わった、うん、2ついいですか、はいはいはい、どうぞ。ね、1つがこれ僕結構好きなページでこんなに色がついてるやつ、うん、あ本当なんですけど、うん、あのとにかく動けっていう、うん、あ行動しろっていうことなんですけど、考える前に行動せ、はいはいはい、行動しながらもっと考えよう、はいはいはい、まあ、いろんなところでもこんな同じようなことを聞く、うん、まあそうだね、はい、うん、よくある話、話だと思うんですけど、うん、まず考えたくなった時に動け、うん、はいはい、何をすればいいのかを、3分以内に箇条書きにし、うん、優先順位をつけて3分後には必ず動き出す、あ結構具体的なんですね、具体的な、そうですね、うんうん、でそういうのが結構ねこう本当に強い口調で書かれてるので、なんかこの人あのコーチング、うん、コーチングとかもされてたみたいで、うん、そのコーチとそのコーチを受ける側の生徒さんの中でその言霊っていうんですか、はいはいはい、そういうのをやっぱり共有してやってたような人らしく、なんかねすごい、いろいろ僕の生きるあれに糧になってる糧になってる、そう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 、でね今日最後にちょっと、うん、ここだけなんか後書き的なところに書いてあった、うんうん、話で、はいはい、もう言葉とはあんまり関係ないんですけど、うんうんうん、なんかその最後のこの人が伝えたかったメッセージの本当に最後の方に書いてある3行ぐらいがすごい良くて、でそれを今読みますね、はい、片時も忘れないでほしい、はい、どんなにあがこうと、どんなに苦しんでいる気分に浸ろうと、僕たちは圧倒的に恵まれている存在であることをっていう風に語る、はいはいはい、うん、やっぱりこれって例えば日本に生まれたからとか、うん、はいはい、どういう、ね、うん、家庭に生まれたからとか、うん、とかいろいろ想像できるとは思うんですけど、はいはいはい、多分この、ね、世界というかこの地球で生を受けてるっていうこと自体が、うんうん、もう圧倒的に恵まれているんじゃないかなっていう、うんうん、ものすごい競争に勝ち抜いてきてるわけですね。そう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 、まあ、そういうことを、はいはいはい、なるほど、なるほど、熱い言葉、熱い言葉、真っ赤っかな本です。多分、ね、今も売ってますこれ。そうなんだね。はい。系です。はい、じゃあなんか仁君、はい、鳥お願いします。まずですね、うん、言葉っていうテーマにしたきっかけが、はいはい、ああそうか、仁君がね今回あれだったもんね。これもともとふと昔読んだ、これもコピーライターの人の本があって、うん、安倍光太郎さんっていう人で、はいはいはい、コピーライターじゃなくても知っておきたい超言葉術みたいな本なんです。その中ですごい印象に残ってる話があって、はいはい、これちょっとねなんかその人が作った広告の話をその本の中でしてて、これこういう今ちょっと見せてるんですけど、うんうん、こういう広告でハンドサインみたいな、あそうです、手の絵が描いてあるね、手話で作った広告へで、これ何だったっけな、ダイアログインサイレンスっていう、うん、イベントの広告らしいんですけど、はいはいはい、で、この人はコピーライターで、うん、なんか
聴覚に、うん、耳が聞こえない人向けの、うん、広告って、はいはい、どういうふうにこう作るのかみたいな、うんうん、でなんか普通の言葉じゃダメなんだよねみたいなのを喋っている時に、うんうん、その、実際にこれの主催 の, その耳が聞こえないその団体の担当者の方から、うん、あの安倍さんって言って、うん、その手話も言葉なんですって言われて、あ、なるほどね、そのすごくハッとしたっていうのが書いてあったんですよね、その本に。で、でその成果がこのダイアログインサイドです。でこの、手話のイラストだけで、そういう人たちに伝わる広告を作ったっていうのが、でだから、あえてその言葉っていうのをだだっぴろくして、はいはいはい、その自分が普段使ってる言葉からできるだけ離れた言葉についての本を読もうと、はいはい、で今回読んだのが、うん、言葉を使う動物たち。動物すごいすごいな、動物タイトルがすごい、はい、で結構ねなんかポップな感じなんですけど、うんうん、結構難しくて、はいはいはい、結構専門的な話、専門的というか、文章が結構難解でした。哲学者なんですよね、書いてる人が。外国の人、外国の人です、うん、エヴァ・メイヤーさんっていう人で、どこの人だったかなちょっと忘れちゃったんですけど、うんうん、動物がめっちゃ好きなその哲学者さん、うん、はい、が書いて、オランダの人ですかね。オランダね、はい、で、この人の、野望を、はいはいはい、めちゃくちゃキャッチーに言うと、うんうん、動物を政治に参加させることが野望なんですよ。どういうこと？直では書いてないんですけど、はいはいはい、何かっていうと、その、今人間がその環境とか、今も、海だったりとか山だったりとか開発があって石垣島でもあるじゃないですか、うん、そういうののこう意思決定に携わっているのって人間しかいないじゃないかっていう話をしてるんですよね。で、それは、動物は、心を持たないからとか、うん、というと動物は言葉を使わないからっていうので、うんうんうん、意思疎通ができないと思ってもう人間だけが、うん、意思決定を行っていて、うん、その結果その人間以外の動物がすごく生きていきづらい環境になっている、うんうん、地球はどんどんっていう話をしていてですね、で、いろんな動物の言葉ってこういうのあるよねこういうのあるよねっていうのがいっぱい出てるんですよ、うんはい、で、最初に聞いとくとなんか面白いかな、うん、言葉の、ですね1960年代に、うん、さっき、うん、ラッキーさんも言ってた言語学者、はい、言語学の学者さんが、うんうん、言語であるために満たさなければならない基準13項目、定義みたいな、定義、言葉の定義っていうのを出してたらしくて、はいはいはい、言葉の定義、はい、何をもって言葉というか、うん、ですね、ちょっと13順番にいきますね、はいはいはい、結構面白いこれ、その1が、うん、情報の発信と受信のための感覚システムがあること、うんはいうん、感覚システム、音とか、うん、そうです、僕が口で喋る発信のシステムがあって、はいはいはい、聞いてくれる耳というシステムがある、うん、まあ、手話で言えば、手と目、うん、そうですね、うんうん、で、シグナルを広範囲に発信することと、うん、発信されたシグナルを受信することができる、だからこれその位置とほとんど一緒ですね、はい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 、発信受信ができる、うんうんうん、で、シグナルを出したら素早く消えて、うん、新たなシグナルが伝えられる、なるほど、ずっと耳に言葉同じもの残らないじゃないですか、みたいな、うん、で、その4が同じ種の中で互いのシグナルを理解できる、はいはい、まあ、共通認識があるからということですよね、で、5が自分の発するシグナルが聞こえる、うん、自分で、口で聞くことができるし、うん、で、書いたらそれを自分も見ることができるとか、うんうんうん、で、情報伝達専用のシステムである、だからコミュニケーションのための作用です。でここまでで6個なんですよね、うんうん、結構あるんですけど長いね、だってそうですよ、はい、で、これはでもここまでは大体の、動物のコミュニケーションにも当てはまります、ね、そうだね、はい、割と広い定義、うん、そうなんです、うん、で、ここから先が、結構、当てはまるものと当てはまらないものが出てくるんですよ、うん、という話をしていて、うん、ですね、7番意味性、つまり言葉に意味がある、言葉自体の、はい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 、なるほどね、で8番恣意性、恣意的なとかって言うんですけど、はいはいはい、つまり何を指す言葉でももともと言葉がそれの指すものに必然的な結びつきはない、だから、うん、簡単に言うとコップっていうじゃないですか、うんうん、でも、例えば、
これが、あ、日本だと、だから、例えば、まあ、お椀じゃないですけど、うん、お椀と表現してもいいわけじゃないですか、うん、コップを絶対にコップって呼ばないといけない理由ってなくないですか、急須、うん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 、もコップかもしれない、ね、そうです、うん、だからただ形にその音とかを当てはめているだけっていうのがですね。あとは、分離したユニット、単語などの集まりで作られる、はいはいはい、で、言語は意味を持つ言葉と意味を持たない音節、うん、さっきのコップと一緒ですかね、だから、うん、まあ、コップって意味があるもので、うん、まあ、それを、別にどう読んでもいいと、共通認識、うんうんうん、11、新たな言葉を作り出せる、で、12が文化の伝達や世代間の伝達がある、はい、伝えていける、うん、で13が別の場所や違う時間で、起きたことの起きた出来事についての情報が伝えられるっていう、まあ、13あるんですけど、うん、で、動物もこれやっとるやないけみたいなのをめっちゃこの人が、うん、あの出してきてるんですよ。そうです、あのマニアック、例えば僕らが使っている今言葉って、はいはい、何、五感で言うと今別に何、どういう感覚を使わないとダメとか出てなかったじゃないですか、うんうんうん、だから、何感でもいいはずなんですよね、うんうんうん、で今で言うと、人間の言葉って、うん、聴覚を使っているじゃないですか、聴覚、はい、耳を使っている、はいはい、で、書き言葉だと、目を使っている、うん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 、で他に五感って何があります？見る、あ、触覚、あ、触覚は、うん、展示、うん、あとかも別に言葉と言えるじゃないかとか、うんうんうん、嗅覚、嗅覚も、うん、犬がお尻かぎ合いとかするじゃないですか、うん、あれある意味その犬の言葉なんで、ね、どういう所属団体に自分がこう所属してて、うん、どういう気分かみたいなのを一応伝えるこうシグナルになっている、まあね、ションベンの乳かぐのとか、とか、はいはいはい、で味覚、味覚は、うん、味覚もやってるらしいんですよ。プレーリードッグってイタチみたいなやつがいます、ね、海外にいるんですけど、そいつらはあのキスで話をするらしい、あので、唾液の味を確認して、あ、そうです、唾液の味を確認してそのどういうコミュニティに入ってるかとか、どういう状態かみたいなのをやり取りするらしくって、で、あの、なんでかっていうと、その、音を使うと、うん、外敵、その鷹とか、はいはいはい、天敵に聞こえちゃうじゃないですか、うん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 、でも味覚、静かにキスするだけだったら、はいはいはい、あの、プレーリードッグの中でしか伝わらないコミュニケーションができる。なるほどね。とかね、いろいろ、うん、あとね、うん、イカ、イカ、ほう、海の中にいるイカ、イカ、はいはい、は、モニターみたいに自分の体を自由に色変えれるらしいんですよね、うん、へ、あ、そうだよね、変色するよね、はい、水中で、うんうんうん、だから、うん、君と友達になりたい世の色とか、うんうんうん、あ、でも警戒色とか言うよね、そう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 、はいはいはい、なんですよ、うん、でしかもイカは高性能で、はいはいはい、自分の体半分だけを、うん、友達色にして、はいはいはい、うんうん、あ、いらっしゃいませ。赤ちゃんがね、今赤ちゃんを抱えたお母さんが。そうそうそう。今日いろんな人来るんですよ、今日これからね。はい。こっち。そう、片っぽはすごく友達モード。うん、はいはいはい、で、逆側に嫌なやつがいたら、うん、お前こっち来んなのモードにできたりとかするらしいんですよ。だからイカは自分の体の、僕たちはその自分で手で、手話とかだったら手で形を作って、うん、あのそれを相手の視覚に訴えて、はいはい、会話したりとかはできるけれど、うんうんうん、体の色、そう、色でコミュニケーション、なるほどね。見てんだ。そうなんですよ。そっかそっか、はい、それコミュニケーションなんだね。そうなんですよ。よく言うさ、ほら、なんで石とかとこう同化するような変色とはまたちょっと違う、うん、またちょっと違って、ね、そう、ちゃんと意味のある、うん、あの相手に何か自分の感情を伝えるための、うん、色っていうのを、うん、ね、模様とかっていうのを持っているとか、はいはいはい、それって覚えたら人間もイカの心が分かるってことかな。あ、でもその色を、そうなんですよ。だから、うん、例えば、うんうん、一番最初のところって、うん、これをすると、うん、してあげると嬉しくって、うん、これをされると嫌だっていうのを、うん、動物のシグナルをキャッチすることができれば、嫌なことをしなくて済むようになるじゃないですか、うん、イカが例えば、ね、赤のしましまになったら、うん、あ、こいつ嫌がってるんだってなったら、はいはい、そのフィードバックを得て、うん、次からじゃあそれしないどくねみたいな、うん、一種のコミュニケーションじゃないですか。人間の表情みたいなもんだよね。あ、そうですね、うん、顔の表情みたいなもんね、はい、うん、なんだなと思って、そうで、なんかね、読んでて思ったのは、はいはい、
人間の中でもこれって口下手な人だけど、うんうんうん、音楽で表現するのが得意とか、ダンスで表現するのが得意とか、うん、いろいろあるじゃないですか。だから口下手な人の、言いたいこととか感情って伝わらないがちではあるけれ ど、うん、その受け取る側がちゃん と、うんそれをキャッチしようと努力すれば、はいはいはい、もっとこう伝わるものってあるんですよね、うんはいはいはい、で人間の間でも、うん、っていうのをこうすごく思って、うん最後に後書きかな、なんか一番最後がね、うん、なんかあの熱い言葉を書いてた、はいはいはい熱い言葉、ね、熱い言葉を書いてました、うんうん、ですねここからいきましょう、はい、なんか言語はこれまでに考えられていたよりも広くて豊かであることや、はいはいはい、自分を意味のあるように表現するには、うん、人間の言葉だけを使用する以外にもたくさんの方法があることを動物たちが、うん示してくれる、うんうんうん、で私たちはこれらの表現形態を劣ったものとして退けるべきではない、だから普段使っている言葉よりそれが下位にあるっていうことじゃないんだよと、同じコミュニケーション言葉なんだっていう話をしていて、で逆にそのこれらの表現形態から他の動物のことや彼らの内面生活についてや、彼らにとっての意味をもたらすさまざまな方法についてを学び取ることができる、だからあのイカの気持ちが分かるっていう話ですね、はいはいはい、で動物の言語が言語として存在するために、うん、動物は何も新しいことを学ぶ必要はない、うん、人間が彼らを違った目で見るようにするだけでよい、うん、だから、うん、その発信する側が上手になれよっていう話じゃなくて、うん、受ける受信側がね、受信側の努力でもっと世界は平和になるじゃないかとか、いろんな人がノンバーバルなコミュニケーションを、うん、もう人間がちゃんとなんだろう理解する努力をしろみたいな、ね、そうですね、もうね、うん、動物に対しても、うん、でっていう話をしていて、僕はあの人間 の、 あの口下手な人に対しても同じことが言えるなと思いましたという本でした、うん、なるほどなるほど、動物好きすぎだなこれ、すごいなそれで本になるんだ、いやすごい結構面白かったですよ、はい、まあでもね、うん、やっぱ今結構ノンバーバルコミュニケーションの重要性は言われてるんじゃない、うんうんうん、あとは危機も言われてて、ほらコロナでマスクで人の顔が見えなくなること、まあ大人はいいんだけど、うんうん、これ子供なんかは友達の素顔とかが分かんなかったりとか、そうですね、話があったりして、ね、うん、でマスクを外すのが恥ずかしい、その表情読み取られるのはだから、うんうんうん、ね、そういう、まあ、ちょっとコロナの話になっちゃったけど、うん、やっぱその表情の部分が奪われてしまった時に、うん、コミュニケーションってどうなっていくんだろう、うんうん、やっぱこう言葉プラスアルファで多分いつも人間っていうのはコミュニケーションを取ってきたと思うんだけど、うんうんうん、そのプラスアルファのところがなくなった時に、うんうん、すっごいなんか難しい時代になるんじゃないかなって、うん、笑ってる、こいつ笑ってるけどこいつの笑ってるのは 笑ってなくて怒ってるなんだみたいなのを、はい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 、個人個人で判断しなきゃいけなくなったらめっちゃ大変だなっていう、結構人間のコミュニケーションってその視覚がねすごい、うん、大きな割合占めるって言いますもんね、はいはいはい、うん、いやでもそうやって考えると不思議よね、うん、なんか意外と症状のコミュニケーションって割と世界共通じゃない、うんうん、あ、そうですね、誰が特にねそれを決めたわけでもなく、うんうんうん、なんとなくそうやって各地でそれをやっている、うんうん、なんかさ、あ、それ不思議だなって今思っちゃった笑顔は笑顔やし、そう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 、怒ってる顔とかって意外と世界共通な気がする、うんうん、なんかね面白いねそれも、いやあれはなんかあるんでしょうね、なんでこういうのがなんでそのね、うん、いろんなとこでそういう風になっていくのかなと、面白い言葉、はい、うん、なかなか、ね、あの浅俺とヒデが浅いからどうかなと、うん、ジン君がまたいい方向に落としてくれた、ね、本当に本当にボリューミーになりますね、なかなか、うん、取れ高も十分ですね、あ、いい、もうこんなに43分を取ってるんで、よかったです、まあ今回はこんな感じだけど、え、次、はい、俺だっけ、次ラッキーさん、そうですね、俺か、うんうん、やべ考えてなかったな、うん、どうしようかな、テーマな、うん、なんかあったはずなんだけど、うん、メモってなかったか忘れたな、これ後でにしましょうか、はい、後で、はい、まあ今度のお楽しみということで、はい、はい、じゃあ、今回の読書会はこんな感じで終わりましょうか、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。